CQ ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは、クレバです。10エッセンシャルズ、私クレバにとってなくてはならない10個のものを紹介してみたいと思います。 Let's go!最初のアイテムは iPhone and iPad です。一番使っているのはメモアプリ、インが思いついたらメモしておくとか。 iPad を買ってこの連携の良さ、こっちでメモしたものがすぐこっちにも同じように同期されてるっていうのがあって、そこですごく便利だなと思って使う頻度が増えたっていうのが一つと、手書きでこうメモが残せるっていうので、結構歌詞もそのままここに全部書いてみたりとか、そのままこうずっと書いてったりとかっていうのは使ったりとかしますよね。これずっと結構カラフルに書いてますね、これね。ここでなんかこういろんな考え事しながら書いてたやつを聖書じゃないですけど一回こう打ってまとめたりとか。これはあれかな、キックザカンクルーのやつかな。続いてのアイテムは離陸帳です。歌詞は基本的に手書きで書くことが多いというか、今まではずっと手書きで、今使ってるのはいただいたコム・デ・ギャルソンのノートっていう、なかなかレアな。その前は中野の文房具屋でディグったイタリアのノート、これ中の紙も緑で、その前がこの国用のソフトリングノート。リリック帳に求めているのはページ数が少ないもん。なぜならやっぱ文房具好きとしては次から次へとリリック帳が控えているので、ゾーンというラッパーと一緒に作ったクラフトという曲があるんですけど、そのクラフトマンシップに関することを調べ物をして、まずこうアイデア出ししてるようなページで、その後はこう歌詞書いてみたりとかして、競争じゃなくて協力とか、そう書いたらそこには力がもうよって。最近は結構黒で書くのが流行ってます。俺の中で黒で書くのが流行ってますってなんだ、普通黒で書くんじゃねえの。続いては ペンです。10エッセンシャルズっていうか10ステーショナリーズで呼ばれたんじゃないかと思って今日来てるぐらい文房具好きなんですけど、よくどれが一番お気に入りですかって聞かれるんですけど、もう一目瞭然、同じペン3本入ってるんで、もうこれで間違いないと思うんですけど、このユニボール 1F、 Not ユニボール 1、 But ユニボール 1F、 ここにちょっと重りが入ってるんですね。その重さがものすごく調子よくて、歌詞すら書きたいと思わせてくれて、毎日日記とかも書いてるんですけど、これで書いてたりとか、あの自分の中に潜在してたんだと思うんですよ、文房具好きは。だけどそれがこう顕在してきたのは、娘がなんか文具が必要だからちょっと買ってきてくれないかみたいな話があった時に、それ買いに行ったはずなのに気がついたら銀座の伊藤屋下から上まで全部見てたんですよ。いや俺文房具好きなんだなっていうのが本当に分かって、そこからは文房具好きっていうのを自認してるっていう感じですかね。続いてのアイテムはプレミアムテキーラハイボールです。家でお酒飲むときは9割テキーラをハイボールにして飲みます。これは中でも本当一番ぐらい好きなレザルバデラファミリアっていうやつで、アガベっていう植物 100% でできてるものを一応プレミアムテキーラって呼んでて、自分はこだわりでプレミアムテキーラしか飲まない。自分は必ず毎回測ってテキーラ 50ml、そこにこのウィルキンソンの強炭酸、甘みがあって美味しいっす。あ、ASMR 好きのためにちょっと。ちなみにこれはこれ年ごとにこの箱が違うんですよね。2019はこの箱っていう感じで、これのコレクターもいるみたいで箱も取引されたりしてるみたいです。2019はちょっと初めて飲む。あと氷入れないです、自分は。あと混ぜない。ちょっと ASMR 好き満足させられなかった。この入れた時点で混ぜた状態になってるからこれで大丈夫です。仕事で飲めるテキーラハイボールほど美味しいものはないでしょ。とりあえずテキーラハイボールでみんな大丈夫。いただきます。あ、めっちゃめっちゃうまいですね。一生飲んでられそうです。続いてのアイテムはツータックパンツです。自分の
エッセンシャルズ考えてみた時にコムデギャルソンオムプリズの服ずっと買ってるなと思って、このツータックパンツ、これが一番いっぱい持ってるなと思って、形は基本的に一緒で素材違いのものだと思うんですけど、これとこれとかはもうほとんど一緒なんだけど、この横だけちょっとタキシードみたいになってるとか、一番最初に買ったのはこれだと思います。このコーナーにも出たことあると思うんですけど、ミヤビーとレコーディングした後にあの青山のコムデギャラソンによってテンション上がってたんでしょうね。このパンツを本当好きになったきっかけになった一本はこれですかね。ウエスト、丈、あと求めてたツータックが持ってる太さとか含めてこれぴったりじゃんってなって、あ、これ色違いあるじゃんとか素材違いあるじゃんとか紐のやつもあるんだとかいう感じで、ある時にはもう買ってったら気づいたらこういう状態になってたっていう感じですね。でオムプリス着てるラッパーってほとんどいないんじゃないですかね、世界とかでも。だかそれも含めていいなと思ってます自分は。続いてのアイテムはバックパックです。結構身の回りいつもこの Y3 のものが多くて、まあ、例えば靴とかも、まあ、Y3 とか、何一番ずっと使ってるかなっていうか、バックパックじゃんって気がついたんですよ、ね、この Y3 のバックパック3代目で、ここにこの PC が入るところがあるんですよね。 MacBook を持ち歩くことがあるので、これがないといけないっていうのが記憶たどってみると、ずっとバックパック背負ってると思います。何個背負ってきたんだろうってちょっとエモい感じになりましたね次のアイテムはスムージーです。もともとは腸のことを考えて朝食にヨーグルト、バナナ、そこにいろんなものを入れて食べてたんですが、それが近年はちょっとスムージーに変わってきたっていう感じなんです。まず使ってるのはこのピンクのこの機械ですね。まずは豆乳、これを100、ちなみにこれ毎朝です。必ず同じように同じ分量で、それっていうのは常にこう選択を迫られている、次の曲どうしますかとか、一個でもなんか決めることを減らしたいっていう気持ちもあって、もうここはもうオートマチックに決まったものを食べるっていうのはやっております。でそこにヨーグルトですね。小祝農場というものは存在してなくて、リアルな3人の共同創業者の頭文字を取ったのが小祝らしいです。あと今使っているのはこのプロテインですね。骨を作るにはカルシウムとプロテインが必要だっていうことを本当につい最近知って、そして欠かせないのが青汁で、ここまでが基本。それ以外に入れているのはまず最初はこのチアシードですね。これもあのオーガニックのカカオニブ、これ弱点が1個あってめちゃくちゃ歯に詰まるっす。だからあのニッコリ系の職業の人はちょっと要チェックっす。いただきましょう。いつも通りです。続いてのアイテムは化粧品です。肌ケアをするのが遅かったので今取り返すように一生懸命使ってるっていうのが一つなんですが、もう一個はやっぱこっち、これですね、ドクター K なんですよ。自分もドクター K って名乗ってて、同じ名前つながりから使わせていただいたんですけど、肌に合うなっていうのが分かって、ですなんかできちゃった時とかはもう本当ドクター系なしでは人前には出られないような感じになってるかもしれないですね。で最近あのヘアメイクさんにおすすめしてもらって知ったこのぼっちゃんっていう、いつもつけてたいなって思うぐらいのいい匂いだったんですよ。お香がついてるんですよ。でそのお香が10分か15分で燃えける仕様になってて、お香時計みたいな、その燃えてる時間リラックスしながらパックしましょうっていう提案だったみたいで、その考え方も素晴らしいなと思ったし、そのと香りがすっごい良かったんですね。天然成分が多くて肌にも優しいんで、さっき言った敏感な自分にも合ってると思います。ずっと痛かったんですよ、このドクター K って言ってこれ持ってるっていうのやりたかったんですけど、この天然エッセンシャルズに心から感謝します。次のアイテムは MacBook Pro です。 MacBook は使い出してから15年くらいになるのかな。コロナ禍になって結構家でも曲を作るっていうことが避けられない状況になってきて、ニューアルバムの曲とかたくさん作るようになってきたので、
これは欠かせないアイテムだなと思ってます。ずっとプロトゥールズっていう結構業界標準の DAW でこう曲まで作ってたんですけども、ここ2年ぐらいはエイブルトンライブっていうのに変えて、でそこからやっぱり自分の MacBook Pro に触れるっていう機会が増えたなと思ってます。今まではこうスタジオに曲を作りに行く、でスタジオに Mac があってそこにプロトゥールズがあってっていうものだったんですけど、で今はもう完全に移行してますね。結構やばいなって思う時あるんですよ。全部一人でやってますから、変わった仕事してんだなと思う時もありますね。続いてのアイテムはマシーンです。これはあのネイティブインストゥルメンツのマシーンっていう曲を作るマシーンなんですけど結構自分の音楽制作では欠かせない基本のアイテムになってるなと思います。ゴーストイン MPC っていうカスタム屋さんがいるんですよ。成長の記録っていう自分のバンドで全曲取り直したベストアルバム出したんですけど、ジャケットに使うっていうことで作ってもらった、これはもう世界に一台のスペシャルマシーンです。これ単体で動くその、ね、マシーンプラスっていうのもあって、まあ、持ってきてるんですけど、今は出てないけど持ってきてあったりもするんですが、これは音出すにはパソコンなり Mac なりにつないで使うっていうもので、これとそのマシーンっていうソフトで曲一曲完成させることができるんですけど、自分はそういう使い方はあんまりしてなくて、結構ソフトの一つとして使わせてもらってるっていう贅沢な感じですかね。クレバの10エッセンシャルズいかがでしたでしょうか。今回は本当に自分のエッセンシャルを表に出すことを許してくれて感謝しています。そして見てくれた皆さんもありがとうございます。楽しんでもらえたら光栄です。10エッセンシャルズクレバでした。ではまた。